はい、皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土江パフォーマンスです。今日は新しい車両製作シリーズが始まります。こちらでございます。ポルシェカイエンクーペ、ほぼ新車。はい、はい、これなんとボンドの新しいデモカーとしてこれからテックアートを組んでいきます。で、製作する過程なんかを全部最後までお届けして、今年後半、来年初めぐらいまで、全部イベントなんかに活躍したいと思います。はい、でまず今回1回目なんで届いたこの車の状態と、あとポルシェといえばやっぱりオプションですから、どんなオプションがついてるのか、まあ、あと僕自身 あんまりカイエンクーペ分かってないんで、ちょっとポルシェ大好きカメラマンにいろいろ解説してもらいながら、この車がどんな車なのか、そして今日ちょっと時間があれば乗ってみたいと思います。はい、ちょっとまず外観から。車がジェットブラック、ジェットブラックメタリック、ちょっと紺色、パッと見なんか真っ黒黒だけど、よく見るとめちゃくちゃ濃い紺色みたいな、そんなボディカラーです。あ、そうそうそう、そして最初に言うべきだったんですけど、これ、まあ、お分かりの人はお分かりだと思うんですけど、なんとターボでございます。言ってない、ターボでございます。はい、いいんでしょうか、そんなすごい車を僕が紹介して。大丈夫です。で、ヘッドライトはやっぱりオプションでいろいろある中、これ多分高いやつじゃないかと。はい、はい、マトリックス LED ヘッドライト、はいはい、ハイビームのまま対向車なんかを避けたりできる、はい、高い方のヘッドライトがついてます。で、あとターボ、もともとこれこの辺全部グロスになるの、これこれもオプション、いや、もともとですね。あ、そうなんだ。なんかちょっと高級感もあって、なんかポルシェ素のやつだと結構素地のパーツが多くてちょっとチープな感じもあるんですけど、ターボだとやっぱりこの辺も高級感がすごいです。この辺もただちょっと、まあ、ちょっとエアロでどこまで隠れるかっていう感じですけど、隠れないところはちょっと塗りたいなっていう。で、今回そのエアロ取り付けも全くメニューも何にも決まってないです。なんで、まあ、どのぐらいまでコンプリートにするのかっていうのもちょっとこれから相談して決めたいと思います。で、その決めていく過程なんかもちょっとお届けしたいと思います。で、横に回っていくと、これは僕でも分かります、オプションのターボホイール、めちゃくちゃかっこいい、はい、ちょっとこの底面がブラシドになってて、側面がガンメタ、そしてブレーキはこれ多分あのベントレーとか、あとはウルスなんかと同じアケボノのテンポットのブレーキなんじゃないかなと思います。ちょっとブレーキのキャリパーペイントも含めてちょっとカスタマイズしていこうと思います。カメラマン的にはどうですか、白いキャリパー。あ、塗りますねなしです。はい、そして全部この辺も最初から黒くなってたりとかで、はい、あんまりそんなに外装手加えなくてもかっこよくなりそうな感じです。そしてクーペといえばやっぱりこのライン、そしてこのガラスルーフもこれ標準なのかな、オプションでカーボンがある。オプションでカーボンです。あ、そうなんだ。これも中から見るとものすごいでかいパノラマなんで、ちょっとその辺も内装紹介したいと思います。そしてリアはやっぱりクーペなんで、この傾斜とこのスタイリッシュなこのリア、そして今回オプションでスポーツエキゾーストがついてるってことなんで、スポエキだと、あ、違う、ターボだともともと4本出し4本出しですね。で、出口が変わったりする。変わらない、はい、変わります。変わるよね。これも黒いの選べたりとか。あ、そうなんだ。これはクロームですけど、ちょっと外側がこのクロームで中がこの黒いので、で、ちょっとここのデコボコしてちょっとアクセントになってる、はい、で、この辺もデカートのパーツがつく予定です。はい、そしてスポイラーが出てこないんだっけ。上がります。上がるんだよね。どこから上がるのかな、はい、あ、ここが上がるんか、原因って多分そうか。なるほどね。そんなスポイラーがついてます。外装オプションはこんな感じ。あ、プライバシーガラスとか。ああ、なるほど、その辺もついてるみたいです。はい、はい、であとはなんといっても内装です。内装はこんな感じでございます。僕的に見ていただきたいのはまずシート18ウェイ、高い方のシートがついてます。こんなに調整必要なのかっていう。そしてヘッドレストのこのエンボスでターボロゴが入ってたりとか。だからちょっと残念なのはステアリングウッドっていう言わない方がいい、あんまり。いや、残念じゃないんじゃないですか。ちょっと、まあ、まあもちろんそのオプションだよね、ウッドも。ウッド、あ、オプションです。だからオプション的にはありがたいんだけど、これから車を作っていくそのテックアートっていう部分でいくと、ちょっとカーボンじゃなくて、あ、カーボンじゃない、ウッドじゃなくてカーボンの方がちょっとイメージには近いのかなと思うけど、はい、どう。
まさしくその通りただいい、よく言えばあんまりこう明るい系のウッドじゃないんでそんなに目立たないかなっていう。あ、うん、そうですね。もうちょっと明るいウッドとかだとちょっと違和感あるけど、結構濃いめのウッドなんでよく見ないと分かんないっていう。でこれのウッドとここのパネルがセットなの。セットですね。でこれがあんまり目立たないんで、まあ、ちょっと今回はそのままステアリング交換するとかなり費用的にもぐんと上がっちゃうんで、ちょっと要検討っていう感じで、はい。で僕ちょっと乗っちゃいます。そしてついてて嬉しいエントリー&ドライブもついてて、はい。まあ、この辺は別に鍵刺す手間あるかないかですけど、ちょっとさすがに開演ターボなんでこの辺ついてて嬉しいかなって。そしてベンチレーションがオプションです。オプションなんとついてると、はい。いやー最高です、はい。あとオプションどれですか。スピーカーとか。あーブルメスターかっこいい。そしてこっちも、でもちょっとこれにしてほしかった網を。あ、うん、反射しちゃうんじゃないですか。ああそういうことなのかな。しっかりブルメスターもついてます。そしてブルメスターがなんとびっくり80万円っていう、デモカーにそんな高額オプション車両を使っていいのかっていう。ただ今回のこのデモカー購入計画はちょっと全然その撮影者の時と違って別に僕の暴走じゃないんで、はい、その辺はご了承くださいませ、はい。そしてハンドルがやっぱりかっこいいよね。いいな。あとまあヘッドアップディスプレイだったり。ヘッドアップディスプレイもしっかりついてます。あとアシスト系は全部ついてます。なるほど、その辺とか、はい。えスポクロもオプションだよねこれ。いや標準ですね。あ標準になるんだ、はい。あそうなんだ。そしてやっぱりこの辺めちゃめちゃ進化してます、はい。テレビこそついてないですけど、カープレイなんかも全部使えてかなりいい感じです。あとスモーカーパッケージ、はい、そういうどうでもいいオプションだけ知ってるっていう、はい。こんなもついてます。そして僕一番びっくりしたのが、えそれ知らなかったのって言われちゃうかもしれないですけど、なんと鍵が新しくなってるっていう。これが、はい、何と何が新しくなってるの。今のところ971とかもそうです。パナメラ。あそうなんだ、はい。がこの新しい鍵になってるっていう。なんと車庫端になってる。車庫端になってるって言ったらカメラマンに笑われたんですけど、前のポルシェの鍵よりだいぶ薄くなって、そしてワイドになってるっていう。これ完全にポルシェがボンドに寄せてきてるよねこれ。いや違うと思いますちょっと車庫端ワイドボディになってるっていう新しい鍵。ちょっとこれだけでもかなり新しい感が出てて、僕的にはおってもうこの車届いた瞬間に思っちゃいました。そんなポイントもありつつ、あとはこの辺とかは特にはない感じかな、はい。あとリアシート。あリアシートちょっとリアも乗ってみましょう。あリアのこの4ゾーンのエアコンが、はい、オプションです。ああなるほど。快適に大人4人が乗って300キロで移動ができる、はい、そんな車になってると。いやいいんじゃないでしょうか。で横を言えばもうちょっと内装こうアクセントが欲しかったかなっていう、はい。あれステッチの色とかも選べるんだよね。選べないんだっけ。選べない。黒だと選べないですけど、他の色だったら変わりますか。ああそうなんだ。ちょっとコンプリートにするにあたってちょっとその辺アクセント欲しかったなっていう感じですけど、ちょっと真っ黒黒は真っ黒黒で結構万人受けするんで、はい、その辺はいいんじゃないかなっていう感じです。そのぐらいオプションとしては。そうですね。あとだからこのパノラマいいよね。いいですね。最高です。デモカーには何一つ必要ないんですけどまあ、最終的に、商品車になる可能性もあるんで、まあ、ちょっと豪華なのに越したことはないかな、はいはい、いい感じです。どうしましょう、ちょっと乗ってみますか。そうですね、はい、ちょっと乗っていきたいと思います。で実は今回あのクーペで、フルテックアウト、テックアウトコンプリート初なんですけど、一応 SUV の、白いやつを去年一昨年かなのオートサロン用に作ってるんで、ちょっとその動画もあるんで、もし興味のある方はちょっとそちらを見てみてください、はい。で今回クーペってことなんで、まあ、下回りこっから下は全部共通なんですけど、こっから上特にこの辺のスポイラーのパーツが、ないというかつかないんで、まあ、その辺の違いがちょっとありますよ。そしてクーペなんでこの辺結構やっぱりね、開けてみるとここ傾斜きついね。そうですね。だからまあ容量的には圧倒的に SUV タイプの方なんですけど、ちょっとクーペはクーペでこのスタイリング、やっぱりエアロ組んだ時には絶対こっちの方がかっこよくなるんじゃないかなっていう
はい、そして今回これいくらするんだっけ、オプション込みで2400ぐらいでしょ大丈夫かな、大丈夫です、あんまり雑に扱うと怒られそうなんですけど、はい、そんな車です。あれ開閉あれだよね、ターボってエントリーモデルとターボで倍違うんだよね、確か。あ、倍ぐらい違う。そうだよね。ちなみにこの上に SE ハイブリッドっていうのがある。ああ、一番上のやつね。だからもうベースグレードが2台買えるっていう、はい、そんな車でちょっと今回作っていきたいと思います、はい、ちょっと乗ってみましょう。はい、ソフトクルーズもバッチリついてんじゃん。オプションです。高級車じゃん。最高です。高級車ですそうだよね、2000万超えてる SUV ってなかなかやばいよね。下手したらベンテイガとか。いやいやいや、そのクラスだよね。ちょっとアイドリングストップだけ。もう来る時も言ったけど、アイドリングストップ必要ないでしょこの車。でもうカイエンクーペはテックアウトで後ろの座席には乗ったけど、カメラマンと2人で、はい、前は初めてですね、うん、そんなに走ってないよね車自体が。そうですね、クーペって今相場でも15台ぐらいしか。あ、そうなんだ。市場にも V6 合わせて。あ、そうなんだ。もう市場にもほとんどないんだ、はい、車が。これ何馬力ぐらいあるの。600ぐらいじゃないですか。マジ。ちょっと早速。あ、これシートベルト引っ張ってくれるやつもついてんだ。あ、今引っ張られましたね。そうだよね。そしてお決まりのここにボタンがついてて、ノーマル、スポーツ、スポーツプラスっていう。スポーツプラスすげえ引っ張るねこれ。3000回転超えてもまだシフトアップしないっていう。そんなにスポーツする必要ある？クーペなんで。そして乗って思ったけど、もうなんかね SUV の挙動じゃないよね、なんかもう。あ、軽快っすよね。軽快。もうなんかね、車高を上げてるパナメーラに乗ってるみたいな。なんか SUV 独特のあの船こぐ感じが全然ない。マカンターボと比べてどうですか？いやいや、もう全然軽い車が。でかさはもちろんマカンターボとなんていうの、でかくは感じるけど、車自体は全然軽快。まあもちろんそのマカンターボの方が軽いよ、はい、軽いけどなんかそれを感じさせない車の重さを。すごいねこれ。やべやばいねこれ、超速い。これいいね、はい、ちなみにテックアウトからサブコンも出てるんで。あ、そうなんだ。もっとパワーが欲しい人は。え、それで 10% ぐらいアップするの？もっと、もうちょっとじゃないですか。マジ？これいいね。すげえな。そしてもう剛性感がすごい車の。めっちゃ硬い、なんかしっかりしてる車が。ブレーキも効くし。効く。ブレーキめっちゃ効く。すげえ効くよ。レザーの質感いいよねこのポルシェの。ちょっとツルツルの、ね、ダッシュもフルレザーだし。そしてナビの進化がすごい。この間のパナメーラちょっと紹介で一回撮ったことがあるけど、この辺電源切ると全部黒くなるでしょ、はい、でちゃんと押した感覚があるっていう、うん、なるほどね。ちょっとバチで帰ってくる感じね。さすがにこの辺まで行くとでもシートヒーターとベンチレーション両方欲しいよね。そうですね。両方オプションだっけ。両方オプションです。そうだよね。だ、その上にマッサージシートがあります。あ、マッサージもあるんだ。はい、結構な金額出してもついてないのが結構あったりとか、はい、あとはステアリングヒーターもしっかりついてると。まあでもターボぐらいになるとみんなケチらないから。ああ、ある程度つけられるのみんなつけといてみたいな、はい、ついてますけどね。スポイラーがこれ出せるのか。あ、出た出た出た。あ、ちゃんとしまうのもできると。この辺は使いやすいか使いにくいかは。もうちょっと、もうちょっと物理機欲しかったかな。でもそうですね、ね、ちょっと戸惑いますよね。そうだよね。エアコン関係もだって全部じゃん。せめてちょっとエアコン関係ぐらいここにちょっと物理機で欲しかったかな、はい、まあでもその辺は慣れれば
え、しかもベンチレーション結構効く、これ効きます ね結構涼しい。まあ、パーカー着て涼しいってのどうなのかという話やけど、それもロティフォームっていう、うん、そしてステアリングヒーターもしっかり使ってベンチレーションだから。あとはスポイキがついてるからマフラーをどうするかっていう。マフラーがいくらだっけ、70万円ぐらいだっけ。そんな、いや、そんなしなかった。そんなしなかった。スポイキを、え、スポイキも殺されちゃうの、マフラー変えると。わかりません、ちょっと調べましょう。はい、ただスポイキがついてるからもうエキゾースト機能的にも音的にも十分だから、はい、チップだけ、出口だけができないみたいです。あ、できないんだ。はい、え、じゃあ出口黒く塗るとか、そういうこと、加工してつけるか、あ、しかないですね。まあその辺もちょっと制作過程でおいおいちょっと詰めていってどうするか決めたいと思います。はい、パドルとか出てないのこれ。あ、出てないですね。あ、出てないんだ。パドルもちょっと大きくしたよね。そうですね。あとはインテリアのカスタム的には今のところ予定はこのアームレストと、あとはステアリングと、あ、フロアマット、あとペダル、ちょっとあとペダル、これインサート入れておきますけど、はい、ペダルが2000万円するのにちょっとこれはいかがなものかっていう。ブレーキとアクセルはいいよ、もちろんこのステンのさ、はい、カバーがついてて、これフットレストがなんでこのプラスチックむき出しなんですかっていうちょっと思っちゃった。これかレモングリーン、え、こんなのついてんの、照度マックスでしょ。うわ、すげえ。ちょっと大人の休憩所みたいなカラーに。そうなんだ。あ、カップホルダーとかも。え、何この50ってどういうこと、明るさ。あ、あ、そうなんだ。ここですね。どう、めっちゃ明るいよ、見てこれ、ほら、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっとカメラとかアシスト、あ、これか、あ、車線光補助、あー、これか、あー、いいね、すごい。ちょ、ちゃんとピラーもある感だし、ツイッターもついてて、てかバイザーもある感いいよね、これ。いいですね。質感はすごくいいです。